おねだりしてみてほしいの。ダーリン、あなたは私の言うこと全然聞かない。あれほどやめてって言った。タバコもお酒も毎日2箱7回、1日1回とも欠かさず、肝臓やられてお釈迦になっても看病下げないんだから。あいや、こういうテコでも聞かない。あなたのハートは真っ黒です。言いたいことは言わないし、行きたいとこからやりたいことまで決めてるくせしてだんまりさん、ね、そんなのバカみたいじゃない、そうじゃないじゃないじゃない、全然知らないわ。あれほどけなげに見つめてきたのに今ではすっかり知らんぷり、知らんぷり。っていうかそれってあぐらかいてるだけなんじゃないですか。ぶっちゃけ下崎さんず、あなたのおかげで私のハートはボロボロです。釣れない時は釣れないし、そっちがなかなか言い出さないからいつも私を勝ち取るじゃん。ね、なんだかバカみたいじゃない、そうじゃないじゃないじゃない、どこか足元見てる感じで、デブ見されてる感じで、何それ、駆け引きやら勝ち負けじゃなくない、そういうめんどくさいことしてるからめんどくさいことになるんだよ。寡黙なダーリンね、聞いて、切なさは飾りじゃないのよ。よそ見しないで、逃げないで、さらってよ心の奥を。一瞬のことじゃない、おねだりしてはくれないの。言葉にできない欲望さは